小学生児童の痛ましい交通事故のニュースを聞くと、なんだか虚しくて悲しい気持ちになり、本当に世の中から交通事故がなくなってほしいと思う。日本では、集団登校、集団下校が当たり前で、この学校の行き帰りは、とてもワクワクする冒険の時間だったことを覚えている。登下校中に石を蹴って登校したり、いろいろ遊びゲームをしながら登校したもので、小さいながらも記憶に残っていることが多くある。今は、自動車の数が格段に増え、登下校の見守りの方がおられるが、昔は、校門で、先生に朝の挨拶するまでは子供だけの登校風景だった。そんな、日本の小学生の登校風景が、海外からは注目されていた。では、どうぞ。動画には、日本の小学生たちが、横断歩道を渡る姿が映されています。一見、何の変哲もない映像なのですが、無事渡り切った直後の子供たちの行動に、感動と衝撃を覚えた外国の方がたくさんいるようです。動画タイトル自体がロシア語であるため、寄せられたコメントもロシア語が多く、自然取り上げた反応もロシアの方のものが多くなってます。翻訳元の動画が削除されていたため、同じ内容の他の動画に貼り替えています。海外の反応。いいね。自分も日本に住みたくなってきた。ロシア。コメントを読んでる限り、お前らも捨てたもんじゃないぜ。ウクライナ。なんて礼儀正しくて、思いやりのある子供たちなんだ。ロシア。日本だと、周りに何もないような場所にも、信号がちゃんとあるんだね。ロシア。なんてすごい国なんだ。皆が、皆、ちゃんと礼儀を持って行動してるんだよ。パナマ。これだけ、教養と礼儀のある子供たちが、俺の国にもいれば。ロシア。何を求めてるんだ？これが日本人なんだよ。ロシア。まあ俺たちはモラルモンスターだから。これだけの礼儀正しさを期待しても仕方がない。国籍不明。まあ、俺も、交通量と事故が多いとこでは、ちゃんと信号無視をしないで渡るけどね。ロシア。こっちだと、信号機の押しボタンにガムがついてるからな。だから押せずに、信号が赤になるのを夜まで待つ。ロシア。ハッとさせられる動画だね。社会って、やっぱりこうあるべきなんだよ。ロシア。みんな歩行者ばかりについて言及してるけど、あのドライバーさんだってかなりのもんだと思うぜ。歩行者がちゃんと渡りきるまで動こうとしないんだから。こういう部分は、俺たちも学ばなきゃいかん。ロシア。尊敬するぜ、日本。日本とベラルーシには、なんかシンパシーを覚えるんだよね。ロシア。俺らの国がこうなるまで、あと300年くらいはかかりそう。ロシア。まあ、こういうのが日本の伝統だから。向こうでのお辞儀は、俺たちが挨拶代わりに小づくようなもんでしょ。ロシア。日本には、まだ、お互いへの敬意ってものがあるんだな。イギリス。こんな光景を見せてくれたことに、ありがとうって言いたい。ブルガリア。日本人の彼女がいるけど、本当に興味深い国だよ。彼らのメンタリティを理解するのは、俺たちには難しいけど。まるで、他の惑星の住人みたいな感じだよ。でもエレガントで、優しくて、教養のある人たちだ。一方で、ちょっと厳しすぎる面もあると感じるけど。ロシア。とりあえず車に乗るときは、歩行者がマナーを守ってくれるだろう、って、考えは捨てて運転しないとダメだぞ。ロシア。この、すごく幸せで牧歌的な光景に、涙がこぼれてきた、本当に。ロシア。あの子たちのように、他者への敬意を俺たちも持とう。ロシア。最高な光景だね。礼儀は、人を、より素敵な人間へと変える。ロシア。教養のない人間には、この動画の素晴らしさが理解できないと思う。ロシア。おう、だから、日本の車は30年も持つんだな。彼らは、子供を守り、ちゃんとルールを守る。そして、
自分たちが世界一賢いと過信することもない。ロシア。20世紀のサハリン、カラフトでも、日本人の礼儀正しさは有名だったらしい。ロシア。簡単に言うと、これこそ文明化された野社会の姿ってやつだよね。ロシア。お辞儀って、日本では普通のことだから。感謝をするとき、人を迎えるとき、他人の家にお邪魔するとき、彼らは頭を下げるんだ。欧州じゃ、何やってんだこの人って思われるだけだろ。俺たちは日本人から学ばないといけない。ポーランド。感動して、繰り返しこの動画を見た人は挙手。ロシア。文化的だなぁ。こっちじゃ、親切って見返りを求めるものだから。ああやだ。ロシア。俺たちも、他人に対する敬意を学べたら、世界一の国になれるさ。ずっと、ずっと、どこにも負けない国に。ロシア。まあ、この小学校の時の登下校では、友達に置いていかれそうになって、慌てて走り出して、ランドセルの中身を道路にぶちまけた恥ずかしい思い出がある。そんな時、上級生の女の子が、すぐに駆けつけてきてくれ、何も言わずに一緒に拾ってくれた淡い思い出があった。また、下校時に、同級生と、グリコをしながら帰って遅くなり、家で叱られた思い出も蘇ってきた。学校で、いじめ等がニュースになるたび、とても胸が締め付けられそうで、本当に叫びたくなるのは、これは自分だけなのだろうか。